毎度おなじみ、流浪の番組ヤングマシン YouTube でございます。レポートしますのは、フリーライターの八田貝と申します。ちょっとね、雪目なんでサングラスで失礼いたします。本日、2023年12月31日、大晦日ですね。ここにこの宗谷岬には来てるんですけども、ここにね、最近こうバイクが今日よく集まってくるっていう現象が起きてるみたいんで、それをちょっと取材に来てるんですけども、ね、ちょっとおかしいですよね。バイクってね、そもそも寒さに弱い乗り物だと思うんですよね。まあ寒かったら乗らなくなるのももちろんですけど、やっぱりね、雪の上とか氷の上とかあんまり走るもんじゃないと思うんですよ。ですが、そんなところにですね、こうバイクがたくさん集まってくる現象があると。しかもこう31日の大晦日で、元旦をね迎えるっていうおかしな人たちがいるみたいですね。まあネットの方ではね、なんかあたおかっていうこともあって、まあ頭がおかしいっていうようなね略語らしいんですけども、あたおかですよね。ちょっとね、その人たちをちょっとこうどんな人たちなのか取材したいと思います。おい、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。皆さん自転車今着いたんですか？今着きました。どっから？一応走り始めたのは名寄なんですけど、はい、出身は名古屋です。名古屋で、で名寄から電車で降ろして走り始めた感じ。そうですね。何日間？28くらいの今日で4日目です。4日目、ご苦労様です。手寒くないですか？寒いですね。風が。ね、僕ら仲間で来てて、はい、あのトイレの横で炊き出しをやってるんで、まだできてないんだけど、はい、いい感じのところになったら来てください。はい、モニターやってますんで。はい、じゃあどうもお疲れ様です。ヤングマシンの動画で来てまして、はい、ユウは何しに年越しそうやっていうのをちょっと作ってまして、はい、ちょっと待って、じゃあ俺ちょっとリュック持ってこい。ぜひぜひ、はい、マーク JPT というものなんですけども、はい、バイクはハンターカブで来ました。で、年越しそうやに来た理由はですね、リベンジです。お、はい、失敗したってことですか？一度失敗しました。何があったんですか？ちょっとバイクをダメにしてしまいました。あ、途中で、途中で、はい、壊れちゃったと。壊れちゃいました。で、リベンジを果たしたわけですね。そうです。今年4年越しのリベンジを。4年越し4年越しです。大変ですよ、ご苦労様です。ちなみに何が楽しいんですか？はい、ですね、やっぱり道中は辛いことが多いですけども、はい、温泉と、そしてここで出会った人たちの温かさですね。はい、ここに、ね、会って出会った感じですか今日？あ、そうです、もう今日、今日ここで出会ったんですね。はい、なるほどなるほど。で、なんか一人すごい格好でしますけど、徒歩ですかもしかして？徒歩で来た。いやー、なんかね、徒歩で歩いてる人追い抜かした気がする。苫小牧のフェリーターミナルから徒歩で。うわー、何日間かかったんですか？9日からなんで、まあほぼ3週間ぐらい。3週間、歩き詰め。歩き詰めです。嫌になりませんでした？いや、それが我慢してたんだと思うんですけど、で自分で気づかなかったんですよ。で、ずっと行って、まあ一回本当にちゃんと死にかけて、はい、まあその日も大丈夫だったんで、大丈夫だなと思って。死にかけたってのは、全泊キャンプですか？いや、全泊、泊まれる時は泊まれるんですけど、泊まれないんで、しかやってないんで、まず。なるほど、歩いたところにあれば泊まるけどって感じ。1日20キロしか進めないんですよ。そうすると、セイコーマートからセイコーマートで、宿があればいいけど、宿はないんですよ。だから、まあ、まあちょっとグレーなんですけど、まあ、バス停とか道の駅にお世話になってみたいな。で、下手なところにもうテントとかやっちゃうと、今年の雪だと除雪されちゃうんですよ、テントごと。はいはいはい。なるほど。もう選択肢としてはもうそれしかなかったっていう感じでやってきました。はい、ですね、なんかやりたかったからやってるだけで辛いっすね。辛い。得るものはありました？得るものはあんまなかったかな。けどやりたいことできたんでめっちゃスッキリしてますね。稚内でちょっとまあ仲良くなった人と一緒にマック行ったんですよ。はい、そしたらマック食ったら、まあ、子供の頃が食ってるうまいやつじゃないですか、はい、あんなやつ、はい、そしたらなんかホッとしちゃったのか、
ほっとしたら今まで我慢してたのが止まんなくて、おえつをしながら泣きながらビッグマック食ってで、ね、向かいにいた友達はなんかそれで感動したっつって、やっぱり辛かったんですよね、おそらく。俺は分かんないですけど、俺の体は辛かったらしいです。ご苦労様です。その徒歩の彼を途中で追い抜かしてきた、滋賀県草津市在住の黒住と申します。よろしくお願いします、お願いします。ホンダのグロムでやってきました。ホンダのグロムで、はい。で、まあ、ちっちゃいバイクで苦労しながらやってきて、まあ、それが楽しかった。何を楽しみに来たかと言われると結構困るんですけども、まあ、今年ちょっと50歳で節目の年でもあるので、まあ、それでこう、まあ、体力あるうちに何かしたいなっていう時に、まあ、ここに来るっていうのがちょっと興味があったので、ぜひやってみたいということで来ました。はい、あの彼の友達なんですけど、はい、パクオと言います。滋賀県から来ました。バイクはね、あのカブの JA07 でちょっと昔のカブで出ます。はい、ここに来たきっかけは去年も1回チャレンジしたんです。で、来たんですけどもキャンプできなかったんです。ほう、去年は1月1日がなんか荒れるっていう予報でちょっとビビって先に帰っちゃったんでテントを張れなかったんですね。今年はもうそれやろうというのが一つと、泊まるのが目的と、はい、もう一つはあの上半身裸で写真を撮るとあの中にいたんですね。いました、はい、撮ってました。もしかして僕もね、あの一人でした、その中の。あ、そうなんですか。あの、なんか僕はもう、あのもうそれをやりたくて、これやらないと多分死ねないなと、あいうので、あの上半身裸で、あのじゃあキャンプと裸になりに来たってことですね。もうそれを達成できるかなっていうので結構今回かなりこう達成心はできました、はい。何が楽しいんですか。いや、もう全部楽しいですよね、はいはい、顔が物語ってます、はい、ありがとうございます、はい、どちらからですか。はい、神奈川県の相模原市というところから来ました。あ、何時間ぐらいかかったんですか。大洗からフェリーで苫小牧まで、その日に滝川まで100キロちょっと、次の日、途中で一泊する予定だったんですけど、オロロンライン風がないっていうんで、はい、稚内まで240キロを一気に走って2日でたどり着きました。すごいですね頑張ったのよ。頑張ってましたね。ジャイロキャノピーです。ここにいる井野くんに騙されて連れてこられました。はい、井野さん、はい、はい、どうもはい、ご紹介どうぞ。はい、羽田から来た井野です。よろしくお願いします。じゃあジャイロキャノピー2人組ってことですね。はい、乗り物はどこですか。はい、乗り物はどこですか。乗り物はあっちにあります。はい、あちらですね。乗り物行く。乗り物一応。ああ。そうですね。はい、乗り物ご紹介どうぞ。どうですか。三輪走りやすいですか。三輪で前に進むので非常に乗りやすいですね。後ろ二輪が設置してるので、はい、横滑りの量が二輪車に比べると少ないと思います。ただタイヤが小径なのでちょっと新しい雪とかふかふかしたところはものすごい抵抗になってしまってハンドル取られます。割と。ドリフトしながら来た感じですか。ドリフトしながら、あ、そこそこスリリングで楽しいです。 ありがとうございました。どうも、失礼します。冬の北海道楽しみに楽しめてます。疲れてます。疲れてます。前後しましたけど、すみません、お差し支えなければお名前とあのバイクの名前でもお願いします。バイクはレベルの250。レベルの250。はい、あ、ストライク打って結構大変でした。いや、ストライクはね、なんていうのかな、ねじ込むタイプだったんで、はい、割と半日で行けました。ね、去年のね、正月の YouTube、はい、宗谷岬の YouTube 見てて、はい、単にいや楽しそうやって思ってきました。これはやらなきゃいけないと。やってみたら結構大変だったと。おー、むちゃくちゃ大変やった。お疲れ様。まあでも楽しそうで何よりですね。いや、もうちょっと若い時にくれよかったけど、60超えてからはしんどいわ。60歳超えてるんです。年金生活。年金生活。楽しいですね。帰ったら働かんと。時刻は
12時直前ですね。あともう少し40分ぐらいで年越しっていうタイミングです。宗谷岬のこの公園休憩所にですね、いろんな人が集まってるんだということなんで行ってみたいと思います。新潟から来ました、小俣と申します。バンバン200で来ました。はい、バンバン200、はい、小樽からです。小樽から、はい、みんなで集まりに来ました。みんなで集まりに来ました。何年目ですか？3年目です。3年目。きっとね、この楽しさわからない人いっぱいいると思うんで、何が楽しいんですか？自分の、技術と整備力と、あと、まあ、みんなで集まってみんなが来たことで、その安心してこうみんな来れたねっていう確認をすることが楽しいです。今じゃあその楽しみの絶頂にいるわけですね。はい、ついて年越しもどうやら無事迎えられそうだと。はい、素晴らしいですね。この喜びを誰に伝えたいですか？うちの嫁に感謝して奥さん置いてきたんですね。はい、はい、3年置いてきました。ありがとうございます。帰ってからがちょっと大変そうですね。いろいろやったわけですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。遭難 してた高井田くん。あ、そう、探してさっき探してた武田くんがこの人。うん、まあ、ロン毛の武田と言いますけど。ロン毛の武田、去年まで長かった。腰より下に髪の毛あったの、はい、本当にこれ嘘じゃない、実際見てるから。去年あの編集長に写真撮ってもらって。あ、そっか、その流れでちょっと撮っていいですか？やだからさ、ジョジョ立ちしてすんごいいい写真撮ってます。この人こんな感じで、ロン毛で髪なびますね。ブクドゲや、はよ。いや、脱いできたから。何回目？帽子2回目。ただいま、2024年元旦8時半ですね。気温マイナス9度です。北海道の方にするとまだまだ暖かいっていうことですけどもね、十分寒いですね。そんな中でね、キャンプをしてる方が今一生懸命撤収してます。いやー、なかなか面白いイベントでしたね、年越し小屋。しかもね、こう自治体の方たちが、この元旦に来る人たちをこう出迎えてくれてですね、朝からイベントをやるんですね。しかもね、もう朝ってのがすごくて、もうね、テントで寝てるじゃないですか。4時半ぐらいにね、スピーカーの大音量でこう、さあね、地元のね、地元のなんとかソングだと思いますけど、それがいきなりね、こうかかり始めて、で、なんとですね、なんかこう放送によると6時15分から市長の挨拶があって、班からね、記念キーホルダー1000名限定のですね、エトキーホルダーって言ってましたね、を配るということでね、これね、すごい人が並ぶんですね。なんとテント開けたらね、目の前人の足が8本ぐらい見えるという状況でした。ちょっとね、ビビりましたけど、まあ、朝から放送で何やってんだよと思っていろいろ着替えて出てきたら、まさかね、1000人近い人が並んでいたみたいですね。で、僕もね、そこから出てきて最後尾に並んでですね、なんとかもらいました、エトキーホルダー。まあ、朝っぱら
宗谷岬にですね、少なくとも1000人以上の人たちがこう集まったとですね。しかもこうバイクがですね、さっき数えたらね、この年越しこの辺に止まったと思われるバイクだけでなんと80台以上止まってました。すごいですね。でしかもですね、この年越し宗谷の、カウントダウンには参加するけども、宿はですね、近くに取ってるなんて人も結構多くてですね、そういう人たちを含めるととんでもない人数になるんじゃないですかね。ちょっとみんなでね、集合写真とか撮りましたけども、なんかもうモニュメント前が大変なことになってましたね。いやいや盛り上がってます、宗谷岬。なんとですね、函館ナンバーの車もね、この年越し宗谷に来てわざわざ宗谷岬でキャンプ張って一泊してる人がいたので、ちょっと捕まえちゃいました。お名前からお願いします。函館のダニーと言います。函館のダニーさん、はい、はい、ナンバー見たら函館なんですけど、はい、道民ですか？道民です。道民の人ってこのイベントを冷ややかな目で見てるような気がするんですけども、どうなんでしょうか？そうですね、どちらかというと冷ややかな目で見られてる方が大半だと思います。そんな道民の方がなぜこの年越し宗谷へ？走り納めと走り始めをしに来ました。ああ、なるほど。別にここじゃなくていいじゃないですか。いや、やるからにはね、オートバイ乗りアホばっかりだからてっぺん目指したいじゃないですか。道民の方にとっても楽しいんですか、これ？修行ですね。修行。ちなみに何回目でしょうか？ずいぶん久しぶりの2回目です。2回目。ちなみに函館からだと、これ90cc、はい、だとどのぐらいかかるんですか？走行時間で20時間ぐらい。20時間。でもそのぐらいで着いちゃうんですね。でも距離で600キロとか。600キロ。ほぼ道中雪道でした？それともアスファルト？結構今年はアスファルトが多かったですね。今年多いんですね、アスファルト。やっぱ雪少ない感じですか？少ない感じですね。寒さどうですか？寒さも知れてますね。まだまだ序の口だと。まだまだですね。なるほど、わかりました。修行ですね。あと修行何回ぐらいするんですか？とりあえず当分いいかな。たまにやればいいかなと。ちょっとたまにやって自分のスペックを確認するみたいな。まあ普段乗ってるんで、はい、冬場もまあそれのトレーニングの成果を発揮する場所だったのかもしれないですね。冬場も乗ってるんですよ。スパイクで走ってるってことですか？そうです。普通にツーリング行って、まあまあまあ日帰り程度だけど。カブだけじゃなくていろいろもしかして？いや、このカブグリップヒーターついてたりキャブヒーターがついてたりするから、はい、これしか冬は動かしてないですけど。なるほど。ちなみに他何持ってるんですか？目黒だとか。おお、それは冬動かしたくないですね。CL の、初期型の125とか、はい、まあ旧車道楽の旧車道。なるほどね。でもカブも当然旧車で。あ、でもうちにはスポーツカブとかもあるんで。なるほど、わかりました。新井と申します。新井さん、はい、はい、年越し宗谷は何回目ですか？今回が初めてです。初めて、はい、初参加、はい。普段から冬の北海道は来たりとかはないですね。初めてで。じゃあやってみようと思って。そうですね、初めて。はい。なんか不安とかなかったですか？やっぱりちょっとこのタイヤが前後、ヤフオクで買ったやつで。あ、スパイクになってるやつを。はい、はい、で、1回仕様だったんでどういうピンだったかもよく分かんなかったんで、はい、まあぶつけ本番でちょっとそこが不安でしたね。で、走ってみたらどうでした？まあアイスバンとか普通のところは大丈夫だったんですけど、やっぱちょっと轍に取られちゃったりして。あ、はい、どうですか1回目来た感想は？やっぱ意外となんか割と快適に寝られたんで、そこだけはほっとよかったです。なんとか、はい、ずっとキャンプで回ってるんですか？まあパーキングシェルターとか、あとゲストハウスも泊まったりしました。ここまで何泊ぐらいですか、その、上陸してから？苫小牧、いや、小樽から。小樽から、はい、で、旭川と音威子府と稚内に泊まって帰りも同じな感じで。そうですね、どこだっけ、中頓別の方から。あ、
回って名寄る経由で名寄る経由で帰ろうかな。すごい寒いとこ行くんですね僕らもね、あの辺向こうの方行きますんで、あ、そうなんですね、あったらよろしくお願いします、はい、お、KDX ですね。すいません、取材させてもらっていいでしょうか。梅勝と申します。オフロードバイク KDX ですよね。そうですね、KDX になりますね。年越し通りは、なんで来たんですか。まあ、これのデータ取りになります。バイクのデータ取り。おう、そうです、バイクのデータですね。ちょっと、はい、いろいろとありまして、この KDX なんかデータ取るってどういうことですか。まあ、ちょっとよく見てみていただけると分かるんですけれども、はい、なんか怪しいものとか怪しいものがついてるんですね。キャブがないっすね、はい、インジェクションになります。ツーストですね、 KDX ってね。そうですね、ツーストのはずですね。はい、ね、最近だってエンデュロバイクでもちょくちょくね、KTM さんとかインジェクション化して頑張ってますけど、はい、個人でもインジェクション化ってできるもんなんですか。そうですね、なんかできちゃってますねちなみにそのキャブのベースはなんかどういうのを使ってないですか。セロー の, あのスロットルボディを使って行ってます。はい、KDX ってか分離給油だけどあれですよね。そうですね、分離給油のままでやっているんで、はい、ちょっとスロットルボディの径が小さいので、はい、ちょっと、まあ、こちら見ていただくと分かるんですけど、あ、ちょっと黒いものが、なるほどね、濃くなっちゃってあこういうテストを兼ねてきてるってことですか。そういうのもありますし、ちょっとこの寒い、はい、地域での指導性とかのデータを取りたくて来た感じですね。バイク屋さんか何かですか。いや、ただの個人ですねなるほど、もういろいろやって試したくてしょうがないと。そうですね、もうできたからにはいろいろやりたくなっちゃって、はい、来た感じです。ベストだと。はい、楽しいですか。楽しいですね出来上がっていくのは楽しいですね。あ、これはちょっとダメだからこうしよう、ああしようって考えながら走ってる感じですね。そうですね、いろいろ楽しんで、はい、雪道でいろんなことを考えてる人がいるんでバイクのセッティングを考えてる人がいると思いませんでしたねなるほど、わかりました。じゃあまあでもテストなんでね、なんか悪いことはないといいですね。そうですね、このまま何もなく帰れるといいんですけど。はい、じゃあご安全に。はい、どうもありがとうございました。はい、撤収中にすいません、お名前からお願いします。森住勇樹と言います。森住勇樹さん、はい、はい、宗谷岬は初めてですか。宗谷岬はもう10回目です。10回目。うん、10回も来て、こう何しに来てるんですか。最初はバイクで走る、ここに来るのを楽しみに、はい、たんですけど、今度はキーホルダー決めから。あ、キーホルダー、1000人限定、僕ももらいました。なるほど、それを目指して10回来てると。この年越し商は結構辛いことも多いんですけど、何が楽しいですか。やっぱ走ることが楽しい。走ることが楽しい。ちなみにどっからいらっしゃったんですか。帰りは小樽なんですけど、はい、行きはね、大間崎からフェリーに乗ってきて。大間崎から乗ってきて、はい、大間から、はい、じゃあ、いわゆる函館上陸席って。そうですね好きですね。ネイキッドバイクじゃないですか。はい、ホンダの VTR250 になります。 VTR250、 はい、オフロードバイクでもビジネスバイクでもないですね。そうですね、ロードモデルになりますね。すいません、ちなみにお名前いいですか。ジュエルと申します。ジュエルさん、はい、はい、ロードバイクって、はい、雪道走れるんですか。意外としっかり走れちゃいます。意外としっかり走れる、はいこの年越し宗谷は何回目ですか。そうですね、バイクでは3回目ですね。バイクでは3回目、はい、バイクではということは他ではいろいろあるんですか。そうですね、車で来たりとか、はい、飛行機とレンタカーで来たりとか。ああ、年越し全てで言うと5回6回は来てと思います。ちなみに最初からネイキッドバイクだったんですか。いえ、最初、1回目2回目はスーパーカブで来てました。スーパーカブで来て、はい、そのスーパーカブの、ね、参加される方皆さん結構いるんで、はい、走りやすいなと思うんですけど、なぜスーパーカブから VTR へ。そうですね、
まあ、カブで過去に来た時に、はい、まあ、結構しっかり走れて楽しかったんですけど、はい、まあ、新しいバイクも手に入れましたし、はい、まあ、他にも大きなバイクで来られてる方がいたので、まあ、僕にも行けるんじゃないかなと思って試していました。つまり予約してるとカブではちょっと物足りなくなってしまったと。そうですね、はい。ちょっとやっぱりパワーが欲しいなと。あ、もっとブリブリ走りたいと。走りたいと、はい。バイクって雪の上走るものですか？意外と走りますよ。しっかり走ってます。やっぱりこのネクトで走るには研究いろいろされたんですか？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、あのエンジンもまあ冷やさないようにとか、はい、まあ、カブの時はあの足のカバーがレッグシールドついててよかったので、はい、まあ、ちょっとお試しで作ってみたりとか、はい、そういうことはやりましたね。あ、この機体で来るのは今回が初めて？初めてで。どうでした？初のネイキッド。いや、しっかり走れてすごい気持ちよかったです。やっぱり望んだパワーがありました？ありました。雪の上でアクセル開けるの楽しいですか？楽しいです、めちゃくちゃ楽しいです。まあ、すごいですね。北海道でこういう人が来るとは。ちなみにどこからですか？四国の愛媛県からです。愛媛県がだいぶ遠くというところから来ましたね。そうですね、はい。愛媛からでいうと、はい、航路はどうなるんですか？高速道路で京都の舞鶴まで行きまして、はい、舞鶴からフェリーで小樽に渡りました。このスパイキンタイヤで、はい、いろいろそこまで走ってくると大変じゃないですか？そうですね、400キロ、500キロ舞鶴まで、ね、すでにあったんで、はい、ちょっと苦労はするんですけど、はい、まあ、慣れてしまえばアスファルトの上でも大丈夫ですね。なるほど、まあ、気をつければなんとかなると。はい。聞いてないよって。父のバイクだったんですけどね。あ、もともとバンバンが、はい、はい、父のバイクで、それで、まあ、父から譲り受けたバイクだったんで、オフ車だと思って乗ったら、お店でオフ車じゃないよって言われました。それをここまでそうやしように、はい、リアが18インチになってタンクが大きくなって。航続距離どのくらいなんですか？ここまでは無給油で来れます。え、どこからですか？小樽から、はい、なのでここで給油できればもう安心なので。そんな走るんですか？ただ予備の燃料はやっぱり持ってます。あー、まあまあ怖いですからね、はい、次は21日化したいと、はい、いうことですね。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。気をつけて。ということで、いかがだったでしょうか。ユウは何しに年越し宗谷岬へ。まあね、一晩僕もあそこに泊まって、話聞きましたけども。いろんな人がね来てましたね。まあ、車両でいうと、まあ、株系が多かったりとかですね、まあ、ロードバイクがいたりとかオフロードバイクがいたりとか でっかいねビッグバイクみたいなのもいたりしてね、いろんな人が、来てました。でバイクでいうとね、まあ、台数でいうと80台ぐらいかな、あのぐらいが止まってましたけども、そうね、何人ぐらいがねあそこで年越ししたんでしょうね。まあでもテントもね結構な枚数は張り数があったんで、なかなかたくさんの人が楽しんだんじゃないでしょうか。でまあ印象的だったのは結構ね若い人が多くて、でこうチャレンジ精神を持ってね、年越し宗谷に臨むっていうのがトレンドになってみたいですね。まあすごくミニマムなトレンドですけどね、はい、ということで、で今回ね僕の方もね実はこう年越し宗谷参加してました。で YSP 横浜南っていうですねお店さんの、年越し宗谷ツーリングっていうねショップツーリングの、一人として参加してできたわけです。まあ車両はですねちょっとね YSP 横浜南さん山田のお店なんですけども、まあクロスカブに見えるんですけど、実はですねスーパーカブの110プロをですねちょっとクロスカブ風の形にしてますけども、その車両でちょっと行ってきました。ね、工程でいうと6日間ですね。初日が大洗で着いて、
昼過ぎに着いてるかな、そこから滝川に行って、で羽幌に泊まって、で宗谷岬で次の日は、まあ、それまではなんとなくあのオロララインとか、半島の西側をですね北上する感じで行ったんですけども、宗谷に向かってからはちょっとですね、今度は東側に出て、で内陸の方に入って、泊まったのが標津ですね。で最後、さらに南下して日高の方まで来て、で、一泊して、最後最終日ですね。で今日また苫小牧まで帰ってきたところなんですね。6日間、非常に楽しかったですね。で雪道なんですけども、今年ちょっと暖冬ということで雪が少ないということだったんですけども、滝側から、ね、まではちょっとやっぱりね雪がなくて、でそこから先はちょっとねわざと雪を探して県道に入ったりしてね、まあ、ショップツーリングさんなんで、今回、参加台数が6台、まあ、途中で2台、ね、合流したりしてるんですけども、スクーター系のアクシス系がいて、で、ジョグがいて、で僕のね、このスーパーカブ110プロがいて、でさらにですね、トリッカーですね、トリッカーがいてですね、その後、ジャイロ、ホンダのジャイロですね、三輪の方でそのジャイロ2台が途中で合流して、で、まあ、みんなでツーリングするみたいな感じの6プラスで、ね、あそう大事なことで、でショップツーリングなんでハイエースがですね後ろについてきてるんですね、いわゆるサポートカーっていう状態ですね。なので、まあ、今回みたいにねショップツーリングとかソロで行く方とかいろいろと思いますけど、ショップツーリングだとそのサポートカーってね後ろからついてきてくれるんで、例えばこう、まあ、今パニアケースつけちゃってますけども、こういうものをもう車に置いたりとかですね、で蛍光管置いといてガソリンが気になったらこう入れたりとかで、サポートがあるとよりですね、なんていうんですか、やっぱ一人でね走るとどうしても楽しそうな横道があってもちょっとガソリンを気にしちゃって寄れないとか、転倒するとやっぱりね走れなくなっちゃったりすると嫌じゃないですかっていうと、やっぱりちょっとねおとなしみな走りになるんですけども、こういうサポートカーがあるともうガンガンですね、今回なんかもうトリッカーなんかですごい金を入ってきたりしてね、山の中でこうわざと深いところに行ってこうカウンターあったりなんて遊びをしたりとかですね、この僕もこのスーカーパイ110プロので、ね、結構行き道走るんですね。でなぜこの110プロを選んだかっていうと、やっぱりですね前かごがあるっていうのが僕のあれなんですね。で前の方に荷重を乗せることによってこうフロントタイヤを押し付けてですね滑らないようにしつつ、でリアはちょっとまあまあこれを外せば軽くなるんで、アクセルを上げるとちょっとですねずりずりずりこうスライドコントロールができるような感じに仕上げたんですけども、そうですね車両の方の話をするとやっぱり僕の持論としてやっぱりね入力ステップ入力がちゃんとできないとコントロールできない、まあ雪道走行やっぱりね何に近いかというとやっぱりオフロード走行にすごく近いんですね。まあ路面を判断しながらどういうスピードで行くとか、ラインを選ぶとかっていうのがオフロードでやってるような感じのことを行き見せてずっとやってるような感じなんですけども、やっぱりねコントロール性もオフロードみたいな感じでして、ステップでちゃんと入力してあげるとねマシンをコントロールすることによってこけないように抑えたりとかっていうのがしやすいですね。で車両でいうとそうですね、あとはやっぱりスパイクですね、スパイクはかなり重要だと思いますね。僕の場合は自分で打ったりするわけじゃなくてお店の方に頼んで打ったりしてもらったんですけども、やっぱりねスパイク走ってると、行く道は怖くないし、で舗装道路ねどうなのかなと思ったんですけども、ね、やっぱり割と当然ね打てないタイヤみたいなスピードは出せないですけども、割とグリップする感じ、まあまあ無理はできないですけどね、むしろね雪があった方が走りやすいみたいな感じのところがありますけども、まあそういう感じなんで雪道は全然楽しいって言いますね。あとは寒さ対策ですね、まあ、バイクの方で言うと僕はもうグリップヒーターはマストですね。でさらにハンドガードをしっかりして、でこう防風をするっていうところが結構重要だと思います。で僕の場合ね今回そんだけ装備しとけば
オフロードグローブ、薄手のオフロードグローブ であとねこのモンベルさんの、いわゆる糖質防水素材でカバーができるようなミトンがあったんで、ちょっと今回ねこれ初めて試してみたんですけど、これ良かったですね。これしてるだけで寒くないで、ちゃんと防寒対策してグリップヒーパー入れていければね、こんなオフロードグローブでも年越しそうやそんなに寒いと感じることはありませんでした。たまに切ったりとかねしてる感じのこともあります。で、あと装備の方行きましょう。ヘルメットですね。ヘルメットはツアークロス V ですね。新井さんから出た新型のツアークロス V ですもん。これは結構振るってまして、なんとですねゴーグルがしてね結構走るんですね。でやっぱり僕メガネしてるとですねどうもシールド下げてると曇っちゃうんですね。まあ、シールドの内側はピンノキシールドとかあるんで曇らないんですけども、メガネがねどんどん曇ってしまうということで、今回このゴーグルを使って、呼吸と目の方を離してやってみたんですけど、やっぱりゴーグルしてるとね全然曇らなくていいですね。まあ、ちょっとねスマートで入ってくるんですけど、どの道ねシールドしてても開けて走ることになっちゃうんで、って考えるとゴーグルの方が息吹きしたとも視界が確保できるんで、すごくこれね今回買ってみて良かったです。ゴーグル、まあ、面積大きいに越したことはないと思うんですけども、有田さんから、しかもこの僕のね曇り止めが結構効くんで、割と6日間走っても曇ることは一切なかったですね。まあ、確かに、蒸気はねちょっと長く答えしてましたけども、基本的にそれでだな。あと僕はね今回ちょっと薄めのチークパッドにしてきたんで、そうするとこういうねフェイスマスクしても、そのまま被れるという感じでやってました。はい、じゃあ、あとウェアの方ですね。ウェアの方はもういわゆるアドベンチャーツーリング用の、アルパニスターのアドベンチャースーツですね。もう夏も着るようなやつで、こうベンチレーションがついてるようなやつなんですけども、結構ね今年なんとかだって正直暑いと感じる時もあってベンチレーションも使いました。あとそう林道みたいなコンビニ入ってねこう遊んでるとすぐ汗かくんで、そうした時にやっぱり上げたりして、ね、してました。こんな涙かくで大丈夫かなと思ったんですけど、意外とベンチレーションあった方がとてもいろいろコンディションできてよかったですね。さすがにアドベンチャーするウェアになってると思いましたね。あと中の方は飛びますと、そうですね、中に着てるのが一応ですね、下見さんが出しているダウンのインナーですね。これね、もう、防水素材が入ってて、しかもこうダウンが入ってるっていうものなんですけど、これがね、結構あったかくて、保温も良くて、もう暑いぐらい、どちらで脱いで走ってる時もあったんですけど、暑いんですけども、これはなかなか僕が最近愛用してる中では、もう冬で寒い時といったらこのダウンの、インナーを着るっていうのが最近の僕のスタイルですね。で、割とね、ダウンであったかいんですけど、モコモコにならないっていうのは結構重要ですね。こういう上を着てもそんなに動きにくくならないっていうことですね。で、次はですね、インナーは、こちら登山用のインナーをやって、いわゆる、マムードさんっていうそのね、ヨーロッパのメーカーなんですけども、そこで出しているインナーをちょっと薄手のやつですね。まあ、フリースなんか着てもいいと思うんですけども、ちょっと薄いのを試してみたくて今回持ってきました。これも結構暖かくてすぐ乾くんでよかったですね。でさらに脱ぎますと、それが結構ね一番このレアリングの中で結構重要なのはインナーですね。これはモンベルさんのジオラインっていうシリーズね。やっぱり冬山登山用の、インナーなんですけども、こんだけ薄いんですけど、かなり高いで、しかも汗をかいても結構すぐ乾くっていう素材を作ってですね、まあ、今回フロード底みたいなことを遊びましたので、かなり汗くなるようになったんですけども、ね、着てればそのうち乾く、しかも汗びえしないっていう素材になってて、何がすばらしいですね。結構ね汗かいて臭くならないっていうのが重要なんですね。これは結構気に入ってて、もう2枚ぐらいを持ってきて、使い分けたぐらいでした。そ下ですね、下はやっぱりアルパニスターさんの、アドベンチャーウェアのアウターを使って、でインナーはねやっぱり上にも抜いちゃってますね。で、アウターの下にはですねスキー用のですね、やっぱりこれも、マムト登山用の、スキー用の、ズボンを履いてます。そこにプロテクターをしたりとかして、履いてる感じですね。でインナーはやっぱりですねこのジオラインシリーズの、長いやつを履いてます。厚手のやつですね。それでもうね十分ですね。であと、僕ね結構指先とかね足先が冷たくなる人間なんですけども、で、まあ、今回ねオフロードブーツを試してみたんですね。で最初はですね雪山用のプラブーツって言ってね、3000m 級の冬山素材に使えるようなブーツを履いたんですけども、途中からちょっとこの、アルパニスターさんのこのいわゆる防水糖質素材の入ったフロードブーツをですね試してみたんですけども、まあ今回ぐらいの気温だったらまあマイナス10度ぐらいだったかな、最低の気温でですね。でまあそれちゃんとしたいっていうのもこの装備で十分大丈夫でした。まあインソールですね、それだけはちょっとねその冬山登山用の、インソールから抜いたアルミの入ったね熱を反射するようなやつをちょっと入れてますけども、それぐらいかな。であと指先にはですねいわゆるコンビニで売ってるような靴下用の貝を入れておくと、もうこれだけやっとけば、僕の方今回の寒いに関しては全然ね、もう寒さを感じない。まあ確かにね足先冷たいなって言っても、もう痛くて痛くて走れないっていうね、そういう感じにはならずに、3日間走り切ることができましたかな。そうですね、あとはまあよく売ってる滑り止めをするっていうぐらいだと思うんですけども、これだけでねできました。まあこのあたりは自分の寒がりだったりとかね暑がりとかいろいろあると思いますけども、その辺をうまく組み合わせてやりますね。そんなにですね寒々しながら走ることはないんじゃないかなと思います。やっぱ、ね、グリップヒーターがあるだけで結構楽しいんじゃないでしょうか。ということでですね、6日間にわたってちょっと冬の北海道走ってみたけど楽しいですね。やっぱりね普段見れない景色が雪景色の中で走れるとかで、雪の上でねずっとオフロード走行できる、まあまあねすごい長い林道が続いているようなそんな雰囲気ですね。まあね本州もそうですけど林道だんだん減ってきてるんで、ダートを走りに行こうと思ってね高速道路かなりの走っていかなきゃいけないみたいな状況ありますけども、ね、冬の北海道を来ちゃえば圧雪さえあればもう全てが、オフロード環境ということで、しかもねこけても痛くないなんですね。今回もね遊びすぎて何度もこけちゃってですね、レッグシールド割っちゃったりしてるんですけども、結構ね、そんなことをしても、安全に楽しめるんじゃないでしょうか。まあ確かにね他の車があるんで、交通だけはちょっと気をつけて追い越しされたり追い越ししたりっていう時にはですね結構大変だと思いますけども、その辺は判断しながら走ると
いいんじゃないですか。ということで28日から出発かな、で29日上陸で6日間走って本日、3日にまた乗船するということで、ね、あの6日間にわたって走ってきましたけども、非常にあの楽しく走れました、目的がね。でまあ結構ね、あのツアーで行ってやっぱりね途中でこう調子悪くなったり車にとかだったりするんですけども、ありましたけども大丈夫ですね。あと注意するポイントとしてはやっぱりですね、ガソリンですね。あのお正月なんでスタンドが結構やってないんですね、特に1日2日ね、市別あたり、そうですね、あの中入ってくるところで名寄とかね、あの辺入ってくるところが通称ね、あのガソリン空白地帯って言われてるみたいなんですけども、とにかく給油をねしっかりその燃費計算して自分がどのぐらい走れるかをちゃんと計算して、足りないようだったらこういうねガソリン抵抗感を持ってあの足しながら走るっていうね、そういういわゆるねアドベンチャーツーリングのポイントみたいなものが抑えていろいろ入ってるんですね。で、それだけね、難しいことをやってるとこうねしっかり帰ってくると達成感あるみたいですね。ということで、興味のある方はですねぜひ来年チャレンジしてみてはいかがでしょうか。やっぱりねみんなでね同じところをこうやってこうフェリーにみんな待ってるところなんですけども、向かっていくのはなんか楽しいですね。だん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 集まっていくとこうやっぱり同じように走ってるライダーがいるわけですよ。というとねこう挨拶したりとかしてですねみんなでこう盛り上がって、で現地に行ったら現地に行ったで結構ねみんなでこう盛り上げていくっていうのが宗谷岬だと思いましたね。まあバカですね、まあ宗谷岬のね突端のところでみんなでこう裸になって、まあ、上半身だけですけど写真撮ったりしてる感じですから、まあ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 盛り上がりたい人はまあ来てみるのはいいんじゃないでしょうか。ということで今回は、北海道の、年越し宗谷岬、アタック、北海道からお送りしました。私、フリーライターの矢田貝でした。札幌フリーと申します。はい、撮影してもいいでしょうか。大丈夫ですよ。